皆さんこんにちは。こちらはデノンのフルデジタルアンプ PMA60 です。発売は2017年、当時の値段は7万円でした。このアンプには DDFA が搭載されています。これはフルデジタルアンプで NFB を実現する技術の一つです。 DDFA によってフルデジタルアンプの音がどう変わったのでしょう。今回はこのアンプの実力を詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。フルデジタルの SN 比と歪み率がようやくアナログアンプと遜色ないレベルになりました。類似のモデルに次があります。今回ご紹介するアンプは2017年に登場しています。現在すべてのモデルが生産終了していて、後継機も出ていません。今後は中古だけになるでしょう。最近の音楽ソースはほとんどがデジタルです。これは入力がデジタルの場合の信号の流れを比べたものです。デジタル処理の部分を緑で示しています。上の2つはアナログに変換しないといけません。この場合の音質は DAC の変換精度に依存します。真ん中のデジタルは一度アナログに戻してまたデジタルにしていますから、変換ロスが最も多い流れになります。フルデジタルは入り口から出口まで一貫してデジタルですから、アナログ的な雑音が入る余地がありません。この中では最も高音質な増幅が期待できます。DDFA はデジタルアンプに NFB をかける技術です。 NFB というのはアナログの出力を入力に戻すことで特性を改善する仕組みです。デジタルの NFB は難しい面がありますが、 DDFA はこれを実現した技術の一つです。どんな仕組みなのか見ていきます。これは最も単純化した DDFA のブロック図です。デジタルアンプはデジタルの信号を区形波に変換してローパスフィルターでアナログに戻す仕組みです。この流れと並行して理想的な区形波を作ります。実際の区形波を理想と比較して誤差をフィードバックします。これによって実際の区形波を理想に近づけるというものです。これでこのアンプの特性がどのくらい改善するのか、後で詳しく見ていきます。デノンのアンプにはアドバンスド AL32 プロセッシングプラスという仕組みが組み込まれています。これはデジタルソースを 32bit 700kHz 以上にアップサンプリングする機能です。CD のフォーマットに対しては次のような変換が行われます。昔の表現でいくと16倍オーバーサンプリングデジタルフィルターです。この仕組みのメリットは信号を滑らかにすることのほかに、デジタルからアナログに戻すところのローパスフィルターを楽にすることがあります。この結果も後で確認していきます。電源を入れてみます。リレーの音が聞こえます。どうやらプロテクションリレーがあるようです。このボリュームは軽くて滑らかな感触です。サブウーファーの端子がありますが、クロスオーバーフィルターを内蔵していないので使い道がありません。クロスオーバーなしでサブウーファーを追加してもいい結果にならないことがほとんどです。このアンプは中古でしたが問題がないので、このまま測定していきます。測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。 1W から定格までまっすぐですね。下等音は全く問題ありません。デジタルアンプは負荷のインピーダンスによって特性が変わりますので、この結果を見ていきます。
2オームだとドロップしますが、4オーム以上は問題ないですね。8オームで広域が盛り上がる様子もありません。AL32 プロセッシングでオーバーサンプリングしたおかげで、時数の低いフィルターが使えているようです。実際によく使う音量の歪みを見ていきます。一番下が今回のアンプです。右肩下がりのところはノイズで決まりますが、かなりの低ノイズです。フルデジタルアンプはアナログ的な雑音が入りません。アナログアンプでここまで下げるのは難しいように見えます。1ワットを超えると歪みが出ますが、優秀なアナログアンプと同レベルです。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。1ワットで100デシベル、定格は120デシベルに届きません。アナログアンプに比べると少し劣ります。せっかくノイズが低いのにもったいないですね。デジタルアンプの今のボトルネックは、矩形波を作るところの精度にあるようです。ダンピングファクターはどうでしょう？すごい数字です。平らなところで380あります。フルデジタルはこの数字に限界がありました。これが DDFA の効果と見られます。広域で急降下しますが、20kHz で10ありますから問題ないでしょう。ギャングエラーはどうでしょう？フルデジタルらしい素晴らしい特性です。このアンプのボリュームコントロールは精度が高くて、正確な音像定位が期待できます。AL32 プロセッシングは、ビットを拡張してサンプリングレートを上げる機能でした。これがどの程度のものか確認します。CD のフォーマットでホワイトノイズを再生します。広域の限界は理論上 22kHz 付近になりますが、そこでちょうど切れていますね。情報量は元のままで何も変わっていません。このアップコンは余計なことをしていません。単にアップサンプリングして信号を保管するだけの無害なアップコンです。このアップコンはローパスフィルターの負担を軽くすることがメインのようです。フルデジタルアンプは一種の DAC なので、インパルス応答を確認します。プリエコーとポストエコーが見えません。見えても音に関係しませんが、これもアップコンの効果と見られます。このアンプをヘッドホンアンプとして使われる方も多いようなので、ヘッドホン出力の性能を調べてみました。まずは周波数特性を見ていきます。低域がドロップしてますね。しかも負荷によって特性が変わっています。出力インピーダンスに問題がありそうなので見ていきます。低域で上昇しています。低音の特性が安定しないのはこのせいですね。平らな部分は60オームを超えています。この数字はヘッドホンやイヤホンのインピーダンスと同じくらいです。ダンピングファクターでいうと1くらいの性能ですから、ヘッドホンをつなぐと自分のインピーダンスカーブで音にイコライジングがかかります。このアンプのヘッドホン出力には歪みが見えません。ノイズも聞こえないレベルなのにもったいないですね。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音はデータそのものです。2番は同じ音楽ソースをアンプに入れてスピーカー端子で録音したものです。このアンプの特性は大変優秀です。1番と2番の違いはわからないと思いますが、果たしてどうでしょうか。それではお聞きください。
いかがでしたでしょう。このアンプの音は原音と変わらないと思いますが、もし何か違いが分かった方は、どんな音だったかお聞かせください。PMA60 はデジタルアンプの欠点を改善して進化した新しいフルデジタルアンプといえます。その性能は多くの点でアナログアンプを凌駕しています。ダイナミックレンジが少し狭いですが、CD を聴く分には十分な性能です。ヘッドホン出力の性能は十分とは言えません。デノンには同じ DDFA を使ったヘッドホン専用の DA310USB があります。機会があれば検証してみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。